埼玉県本庄市公式 PR マスコットキャラクター2010年に本庄市マスコットキャラクター実行委員会がデザインを募集し1150点の中から東京都中野区在住のグラフィックデザイナーである仙崎敦志の作品に決まり続いて愛称応募により718点が集まり10月22日にハニポンと発表され着ぐるみも公開された ハニポンの愛称は9人で応募されたもので、その代表として、市内の司法書士である、中金康弘が出た。採用されたデザイナーの千崎氏は、ハニワの笑顔が、キャラクターにふさわしいと思いデザインしたとコメントし、愛称が採用された、中金康弘は、ひらめきで、んがつくと語呂がいいと思ったとコメントをしている。名前の由来は、ハニワの、ハニと本上詩の、本で、ハニポン。 デザインのモデルとなったのは、1998年に、市内にある朝日、小島古墳群の小島前の山古墳の発掘調査で、出土した笑う盾持人物埴輪で、1999年に、マスコミなどで話題を巻いた。この埴輪は後に、死指定文化財となる。就任当時は、乃木坂46メンバーだったが、2020年4月27日をもって、 乃木坂46を卒業。ありがとうございます。